出る出る出る、おはようございます、釣り子 TV です。このフックね、一つ買ってきてみました。エンジンのスーペリオフック、小森さんがデザインしているフックシリーズですよね。それの、CO フックっていうことで20番ね、こんな感じの針ね買ってきてみました。価格は一袋315円ということでね、ストロング&タフデザインね、いろいろ書いてありますけども、これはねちょっと一個欲しかったなと思って、早速どんな針か見ていきたいと思います。はい、いやー、まずはこのオーソドックスなんだけど使いやすそうな形で、軸はやっぱちょっと太めですね。これね、ちょっと強めのゲームに、特化した針っていうことで、で、ここですよね。このね、愛の先端にね、ちょっと溝が掘られている。これによって、ラインを結んだ時に、センターからね、ずれづらいっていうね、こういった工夫がなされていて、あとはね、フッ素コートで、ね、つるりんと、コーティングされているので、これによって少しね軸が太い針ですがスコーンと刺さるよっていう、こういうことでいいと思うんですが、早速ねちょっとね見ていきたいと思います。カバー用まずオフセットっていうことなんですね。カバーに打ち込んでいくオフセットっていうことで、その、I に溝が入っているのが FLI デザインっていうことですね。ストロング&タフデザインということで、カバー用オフセットフックの王道を極めたシェイプデザイン、各パーツのセクションを吟味、トータルバランスを極限まで導き出した形状がパワーゲームでの使いやすさを実現、さらにラインの結び目、保持&ズレ、抑制効果の FLI 採用によりフッキング効率が格段にアップということですね。で、4番から30番まであるよっていうことで、こんな感じのね説明が裏にあるんですけど、ここに試作ね、小森さんの写真があったりして、なかなか細かいね、この裏になっているんですけどね、こんな感じの、茶色っぽいねパッケージに入っているんですが、これね、先日霞ヶ浦でね、小森さんに、なんか動画撮らせてくださいって言った時に、たまたまゲイリー山本先行対決みたいなのね、がスタートして、あれ見てくれた方いるんじゃないかなと思うんですけども、あの時に小森さんが結構ね、もう本当暑くて暑くて、なかなか当たりどうやって出そうっていう、暑い日中の時間帯にね、先行で見事魚を釣り上げて、まあ、そのプチ大会というかプチ競い合いには勝ったなんていうねやつがあったんですけども、その時に使っていたのがこの、CO フックだったんですね。この CO フックをゲイリー山本の山先行にセットして、で、パワフルな腹筋が決まってっていうことで、サイズはまあそこまででかくなかったんですけども、結構ね本当もう熱射病になるんじゃないかなっていうくらいめちゃくちゃ暑い、時だったんですよね。まあ夕方ぐらいにこの他に、カットテールで、やはりカバー際を攻めて、スコーンとね40アップを釣ってっていうのもあったんですけども、その時に、見慣れない服というか、まあ、スーペリオシリーズではそういった使い方の針なかったよなと思ったら、このいやもう間もなく登場するんですよってことで、スーペリオの CO フックっていうんですっていうことで教えてもらってですね、出たら買おう出たら買おうと思ってたんですけども、気がついたらいつの間にかね、いっぱい売ってたんで、あーやばいやばいやばいとね、一つ買ってきてみました。まあ20番なんで、ここら辺で、先行の4インチであるとか、あとカットテールのちょっと、長めの方のね番手とか使ってみようかななんて思うんですけども、よく言えばねこの感じなんで、まあ30までなんで、なんとかね40、50とかのね、よく自分が使う番手のねラインナップも増えてくるといいな。決してやっていないわけではないみたいな感じで、小森さん言っていたんで、この感じでねもうちょっと大きな番手ね、ね、あれば大好きなブルフラットであるとかね、ちょっと大きめの、ワームなんかにも使いやすいんじゃないかな。でもここのそうですね、CO シリーズが出たことによって、結構ゲイリー山本のワームとかをカバーする小森さんデザインのフックっていうのはもう、もう揃ってきたんじゃないかなっ
ていうことですよね。レッグワームに特化したちょっと小型で、そんで刺さりが良くて、でこの FLI デザインとか採用した針であるとか、カバーにネコリゴを送り込むための針であったりとか、はたまたね、ヒバラコなんかで使うマス針であるとかね、まあちょっと自分の使いたいのはここら辺でようやく揃ってきたなんていう感じでおっしゃってて、あとはガード付きの針ね、これをなんか今、どんどんテストしてるよっていうことで確か SNS とかで上がっていたと思うんですけども、何にしてもですね、このエンジンから出てるスーペリオシリーズ、これはね本当一回刺さって、もう刺さりが良すぎて食い込みが良すぎて、さらに1回2回っていう感じ、2回刺さるね、スーペリオロックって言ってたかな、すごいね刺さり方するんですよね。この性能っていうのがちょっと、まあこの CO ではないんですけども、他のスーペリオシリーズで例えば、これからね当たりね、1匹の当たりが重要になってくる真冬の釣りとか、そういう時にね本当にね、あれ今までだったらこれ乗んなかったよなとか、今までだったらもうちょっと浅いかかりで下手したらバレてたななんていう魚が真冬なのにねガシガシにかかるっていうね、そういう印象があったので、ここら辺のちょっと違う太さ、大きめなサイズの服もね、がぜん効果的な針なんじゃないかなという感じで、買ってきてました。まずね20番使ってみて具合が良さそうだったら、まあ他の、30番とかね、あと1番2番あたりもグラブとかで扱うので、買ってきてみようかなというところで、まだねこの手の針、他のメーカーのとかでも、なんだろういっぱい在庫してるのがあるようなところなんで、とりあえずね一袋買ってきてみました。あとはね実調の動画の方でね、まあライトテキサスとか、そういった釣りをする展開の時にね使用服使うんじゃないかなと思うんで、まあ最近ねちょっとね忙しくてバス釣り行けてませんけども、ここら辺の新しく買った装備を持って釣り場の方にもどんどん通っていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣りコー TV はこちら、ですね、エンジンから出たスーペリオフックの CO フックですね、小森プロデザインの、カバー用オフセット、これを一袋買ってきてみたよと、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。